平成28年春第1問1登録の問題です収益に関する次の記述のうち正しいものを選ぶという問題になっています A は本店から支店への売上取引これは個別財務諸表では売上だが計上で、A、連結では消去されるこれが A です B は委託者が受託者に販売を代行してもらう取引これにおいて受託者に商品を発送したときに委託者は収益を計上する C は先物取引において縦玉が決済されるまで収益は計上されない D は製商品の販売取引において出荷基準だけでなく設置完了基準によって収益を計上することを認められているこの4つから正しいものを選ぶという問題になっていますでは回答に参りましょう。 A のの選択肢は本店から支店への売上これについて個別財務手表では売上げが計上されて連結財務表では消去されるというものになっています。連結なのでこのように親会社からまず考えてきますと親会社の個別財務手表本店と支店があってもし本店から支店への売上げ支店から本店へのその支払いこれがある場合はこの個別財務手表の中では相殺されてしまいます。 同様に、子会社の中の個別財務諸表、本店と支店のやり取り、これは相殺されてしまいます。よってこのように、親会社と子会社、これを含めた連結財務諸表の中では、このような本店との支店とのやり取り、これは相殺され消去されてしまうわけです。よってこの本店から支店への売上取引 これは個別でも連結でも相殺されて計上されないということになりますので正しくありませんでは次に B です委託者が自宅者に販売代行してもらう取引において自宅者に商品を発送したときに委託者は収益を計上するまずこの委託販売ですけれども委託者が販売代行会社ここで問題で言ってる自宅者のことですね に商品をを預けてて販売を代行してもらう取引これを委託販売といいう,うに言いますこのように委託者販売代行会社これは受託者ですねそれと第三者え販売する販売を受ける側ですねこのように委託者から商品を発送しますそうして販売代行会社が販売をしますそうするとこのえ販売を受けたもの 第三者が代金を支払いますで、販売代行会社これを受け取って手数料を除いた分が委託者にがに、えー、払われるとこのような仕組みになっていますで、この委託者の方ですけれども商品を発送の時点で収益を計上するこれは認められていませんなぜかというともしここで販売代行会社 ここで、えー、販売売しししよううととてても、れれ残った場合といいののは、その商品が委託者に戻されてしまいます。なのでこの委託者から販売代行会社すなわち問題部の自宅者ですけれどもそこに商品を発送した時点で、えー、商品の販売というのは約束されていません。なのでこの発送の時点で収益を計上することというのは認められておりません。 原則ここですね。販売代行会社が第三者に販売した時点、ここで収益を計上することはできるわけです。よって B は正しくないわけです。では次に C です。C は先物取引において建て玉が決済されるまで収益は計上されないというものになっています。 まず先物取引というのはあらかじめ定めた期日に取引時点での約定価格でまあ例えば株価指数債券これを売買する契約売買なので買ったり売ったりするどちらでも構わないとこのようなものを先物取引というふうに言います。例としましてはこの時点で取引をしてでまあこの辺りにあらかじめ定めた期日と。 というものがあるとしますそうするとこのあらかじめ定めた期日ですとちょうどこの価格例えばある株の株価としましょうこれが薬状価格より上回っていますのでもしこれで薬状価格で買うという権利が与えられていたならばそれはその分だけ得をすると。 いいうようよなな仕組みになっていますでは先ほど出てきた縦玉という言葉これは何かというと先物取引などにおいて未決済になっている契約総数のことこれを縦玉というふうに言います。ちなみに先物取引ではあくまでもつどつど価で評価していってこの木では この時価とこの時価の差、これが収益として計上される。次の木では、ここの時価とここの時価の差が収益計上される。同様に常に時価の差、これが損益として計上されるということになります。なので縦極、縦極というのはこの決済される、未決済の部分ですけれども、それが決済される。なので、このあらかじめ定めた期日で決済される。 その時点で収益計上というわけではなくて、それ以前からその時価の差額というものは常に収益計上されるという形になります。よって C は正しくありません。では次に D ですが、製商品の販売取引。これにおいては出荷基準だけでなく設置完了基準によって収益の計上、これも認められていると。 こののようなものになもにっていますではまず出荷基準とは何かというと販売取引において出荷したときに収益を計上する方法これを出荷基準と次に設置基準というのは販売取引において出荷した後に顧客が研修を終えてで設置が完了したときに収益を計上する方法これを設置基準というふうに言います。ではこの 販売取引の主な流れというのはまず受注を受けてで製造をしてこれを出荷して引き渡して研修をしてで設置をするこのような流れになっています。で先ほどの流れがこのようにあってここの出荷および設置。 このように出荷だけではなくて、設置時に収益を計上すること、これも認められており可能であります。よってこの D は正しいということはわかります。よって回答は D になります。